こんにちは、レイセンです。今日は8月16日月曜日になります。実験生活1219日目、不老不死週2絶食28日目と代替大豆とベリーとドリンクで生活実験9日目です。天気は雨、現在時刻は正午12時ってところです。で今日は絶食の日なんで、まあ、絶食でやっていきます。グリーン豆芽を3杯ですね。で寝るまでやって、で翌朝は1杯ですね。まあ走らないんだったら1杯なしでもいいけど、で 1.5 から2リッターでやっていきます。そんだけですね。気候がいいもんで、なるべく幽体離脱の方ですね、やりたいところですけど、まあお盆ってこともあるんで、ちょっとゆっくりしたいなって思っています。そんだけかな。したら始めていきます。今日の1杯目入れていきます。じゃあタメラク有機豆乳を300、とグリーンスムージーを200、ポターメリックを 2g、 ブラックペッパーを 1g、 と水、これ昨日の残りですね、入れていきます。だから飲み水を300、ちょうどかな、ちょうどですね。今日はまあこれですね、水とトヨミックスだけなんで、これでやっていきます。おはようございます。結局ね、ジョギングは朝何回か起きたんだけど、雨降ってたもんで、でまたやめたこれ4日かな、4日行ってないね。まあいいや、で今9時ですね。したら計測入ってきます。ウエスト測っていきます。正面、側面、背中、71ですね。血圧111-76です。今日の結果報告です。今日は天気雨、睡眠時間7時間ほどとっています。
翌日深夜0時半から4時までの3時間半と4時半から8時までの3時間半合わせて7時間ってところです。まあちょこちょこ起きたりはしたんだけどすぐ寝ちゃったんでね、だいたいこんな感じじゃないかなと思うけど、この4時半とかいうのは怪しいねまた編集中に確認します。ジョギングはなし、ウェイトトレーニングもなしです。日中の室内温度午前11時50分頃計測で26度、湿度は 75% でした。今日涼しかったね。だけど夜にドリンクちょっと多めに飲んだらもう体冷えちゃって、で毛布出してきたけどねこのぐらいの温度が一番いいな、幽体離脱するにしてもね。で、飲んだもの、雪豆乳300、グリーンスムージーが200、水はながらの名水で300です。合計が 800ml、 水300のため実質は 500ml になります。これプラス固形物、今日は絶食の日なんで固形物はなしですね。で漢方はなし。香辛料がターメリック 2g、 ブラックペッパー 1g です。尿回数9回出てて、濃さ薄め、完全無色、量は平均的な量でした。大便が今日1回出てます。午後5時5分頃、色褐色、太バナナ状20センチプラス細バナナ状20センチ、平均的な硬さで匂いはわずかにありってところです。まあここんとこ昨日もブルーベリー取ってないんでね、その前の日に700取ってるけど、昨日取ってないんで昨日の分が出たのかな、褐色なんでね。でおならはたまにありで匂いはなしです。夜に2回だけ出てますね。で今日の計測時刻は午前9時頃です。昨日よりも2時間ほど早いですね。まあその分 0.2 キロぐらいは増えてることになります。体重 63.40 キロ、昨日に比べて 2.3 キロの減少です。なので昨日と同じ時間に測ったら 2.5 キロの減少ですね。まあジョギング行ってなくて 2.5 キロ減少ってすごいよねびっくりだね。まあ今日は 0.5 リッター絶食なんでね1リットルですらないっていうね、一杯だけでやってるんでね。で BMI 20.0 でマイナス 0.7、 体脂肪率は 15.1% で 1.0% の減少です。で体脂肪率も 1% 減ってますね。今日はかなり減ったな。で血圧111の76、最高血圧マイナス18、最低血圧マイナス6なんで血圧もだいぶ下がってますね。まあ、昨日血圧高かったのがね、なんか茶豆、あれがちょっと怪しいんだよな。パンよりも茶豆かなと思った。茶豆に含まれる、塩味の塩だね。あれ絶対自然塩は使ってないと思うから、コストの面で。なので精製された安い塩だね。使ってるはずなんで。で、精製された塩っていうのは血圧上げるんだわ。自然塩は上げないんだけど、精製塩は上げるもんで。多分茶豆が原因かもしれないなと思った。前パン食べててもそこまで血圧上がったっけって。上がったっけ覚えてないんだけど。木綿豆腐とか、まあ他甘いものとかはね、まあここ最近使ってるけど、そんなに血圧上がってないし。って考えると、まあ130まで上げたのは茶豆の塩かなっていうところですね。精製塩ですね。で、脈拍72でマイナス3、ウエスト71センチで4センチの減少です。なので、ウエストもだいぶ細くなってますね。朝何も飲んでないし、で、まあ、この量だからね。で、今日の気づき。まあ、まず、量だね。ドリンクの量だね。今日一杯だけで、一杯だけでやれたんだよ。でかいね、これ。で、朝だね。朝、計測前にパンを、ちょうどまあ 0.5 斤ぐらいだな。食べてるもんで。で、お腹があんまり減らないっていうね。体に栄養なのかエネルギーは十分あったんですね。全然お腹減らないんだわ。で、それで、まあ一杯だけでやれたってとこですね。このパターンいいかもしれない。顔もね、朝ちょっと見た時に、まあまあ悪くないなと思ったんだよね。ここ最近では、まあ、今日は結構いい方かなと思ったぐらいなんで、すっごいなんかいいっていう感じではないけど、その若返ってるっていう感じはそこまでないけど、まあでもまあ
顔見た時に悪くないかなっていう顔でしたね。なんで、うん、朝早朝だね、早朝にパンを少し食べてで絶食するっていうやり方がもしかしたら結構いいかもしれないって思ったところですね。今後ちょっと実験してみようかなと思ってます。一応明日買い出し行ってで蜂蜜買ってくるもんで、で蜂蜜つけて蜂蜜パンですね、蜂蜜パンでちょっと実験してみようかなと思ってます。で今日が1219日で明日が1220日目、だいたい大豆とベリーとドリンクで生活実験10日目になるから、明日までですね、明日までこの大豆とベリーとドリンクでやって、まあ、タイトルをね、で明後日からは蜂蜜パンとドリンクで生活実験っていう風に名前変えようかなと思ってます。ベリー結局あんまり使ってないね毎日取ってるわけじゃないし、ベリーが主力になってないんでね、まあベリーは大体っていう方にね含めて、であとまあ豆腐とか厚揚げもそう頻繁には買わないっていうか、まあ時々買うぐらいにして、まあ大体っていう方に含めて、で基本メインは蜂蜜つけたパンですね、蜂蜜パンとあとドリンクっていう形、これでちょっとやっていきたいもんで、でまあ砂糖はもうなしにして、なしっていうかなるべくねなるべく、まあ別に全然ゼロにねしなきゃいかんってわけでもないけど、まあなるべくゼロに持っていきたいなと思ってます。で代わりの置き換えとして蜂蜜をつけたパンですね。で朝にもうちょっとだけねパン食べて、でまあなるべくドリンク少なめでやるって形、1,2 杯だな、 1,2 杯でやるって形、これでいこうかなと思ってます。やれそうだったらやる、足りなかったらまあジョギング行くタイミングで一杯入れるとかねはするかもしれないけど、ちょっとそれでやってみたいんで、きゅうりの醤油漬けはあれは結構使えると思うんで美味しいんで、あれはちょっと買おうかなと思ってるけど、あと厚揚げとか、ですね、あとブルーベリーも一応まあちょこちょこね食べる感じで、まあ甘いものの代わりっていうのかな、ブルーベリーもね、それで進めていこうかなと思ってます。パンがやっぱり調子いいな。今麹エキス作ってるけどね、パン調子良さそうだもんで、なんでパンやっぱり主力だな、主力にするその方が良さそうだってとこです。あのスペルト小麦の全粒粉が手に入るうちはねパンでやろうかなと思ってます。そんだけですね。あと蜂蜜でいろいろちょっとね探ってみたいんで、この中にすごく物のいい蜂蜜っていうか、体が喜ぶね蜂蜜があるかもしれないんで、まあ実験ですね。あとピーナッツバターもまあなんかいいのがあればねあんまりいつも同じのじゃね、それもちょっと飽きてくると思うんで、まあラフにやっていきます。ユータリーダスの方はやっぱり集中力かな、集中力がとにかく続かない、この辺モチベもあると思うんだよね。モチベーションが高くないとなかなか集中力続かないんだわ。で呼吸に意識を、呼吸と体にね意識を向け続けるっていうね、無心でね、無心で向け続けるっていう、それをまあ長くね1時間とかね、1時間以上ね長く続けられるようになったら道が開けると思うんだよね。ここ次第かなってところです。だけど疲れちゃうんでね、もう横になって寝ちゃうんだわなかなかできないっていう感じですね。これが砂糖をやめていったらまた変わると思うし、あとまあ毎日の食事ですね、食事の量をもっとね減らしていったらね、結局昨日もねあれだけ食べて 2.15 キロ増やして、で今日 2.3 キロ、まあ 2.5 キロだな、減ってるもんで、あんなにたくさん食べる必要はないんだよね。少しだったら減るのも少しだけど、まあ BMI 20.0 近辺にね戻ってくれたらいいだけの話なんで、わざわざたくさん食べてあげる必要もないなと思った。
なんで、まあパンをね、主力にして、で、ゆっくりね、ゆっくり、あんまりどか食いしないようにね、うん、お腹をいっぱいに膨らませないように食べるっていうね。それで、まあ、なだらかにね、なだらかにやっていくっていうか、うん、あんまりドカーンと食べて、またドカーンとね、うん、お腹空かせたりしないっていう。うん、ちょこ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 食べてなだらかに進めていくっていうね、うん、ここは大事かなと思ってます。うん、まあそんだけですね。うん、それやっていったら、まあ、集中力も上がってきて、瞑想もね長時間できるようになって、で結果幽体離脱もね、あのもう常にできるっていう、やろうと思ったら必ずできるっていうね、百発百中っていう、うん、そういう風になっていくんじゃないかな、うん、って思ってます。うん、まあそんなところですね。ドリンクはまあグリーントーヤですね。あれがやっぱり一番いいな、うん、あれでずっとやっていこうかな。そしたら実験生活1219日目完了です。それではまた明日。